これは最近割とレビューとかですか。ありがとうございました。いきましょう。このメンバーで回復します。やっていくぜ。おお、バイバーイ。えーい、バイバイ、いってらっしゃい。こっちを撮る、みんなカメラ持ってる。はい、レクチャーしてます。皆さん、翔くんがレクチャーしてます。こういう絵ですね。集中してください。皆さん集中してください。じゃあねー。じゃあお願いします。バイバーイ。元気ですか。イエーイ、イエーイ。かっこいい、うまいね。頑張れ。イエーイ、ナイス。ふぅー。星野リゾート in 八ヶ岳の撮影裏は、はい、こんな感じでシュールな感じで撮ってます。どうですか皆さん。燃えてます。よかったです。リエさん、いい感じのウォーキングお願いします。リエさん、カムバックで、カムバックします。で、周り見た時に結構建物とかあるじゃないですか。レックして、一応 4K の30フレームで撮ってます。超えていくと、なんてだろうな、手前に木があるわけじゃないけど、すごく臨場感出るんで、一回お見せしますね。もう少し俯瞰性のあるかっこいい絵になるので、一回やってみます。はい、何もないところから出て行って、まあ、その白ぶどうの畑があるっていうカットにつながります。部屋見てください。やばくないですか。めちゃめちゃ広い。いやー、この環境はめちゃめちゃいいっすね。びっくりしてます、正直。よし、いろいろ量出ます。はい、ベーシックでいきます。それでは皆さん、乾杯。乾杯。明るいな。今日もね、ちょっと天気はあんまり良くないんですけれども、ただいまの時刻6時48分、これからプールの撮影、頑張っていきたいと思います。皆さん、おはようございます。今日頑張っていきましょう。はい、すみません、いっぱいありますが。やっちゃうよ。行きましょう。iPhone だったり、シネマカメラだったりとか、
いろんなね、あの多様なシーンがあるのでご覧ください。どうぞ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳にてシネマティック動画合宿を開催させていただきました。本当にね、すべての体験が洗練されていたので、まあ、iPhone で撮ってもシネマカメラで撮っても素晴らしい映像を作ることができました。この比較もね、皆さんじっくり見て楽しんでいただけたらと思っております。引き続きこのようなね、環境の素晴らしさと、あとは動画を作るね、楽しさを皆さんにご提供できたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイチャー。